マウンテンです。あのコーヒーで有名なブルーマウンテンですね。さあグッド地球便3週にわたってジャマイカからお届けしております。今から11年前、ジャマイカのスラム街に暮らす貧しい子どもたちを救いたいと体操ジムを開いた日本人がいました。夢はこの地でオリンピック選手を育てること。マイケル先生、マイケル先生、まあ、お金取れないのはもう始めた時点でも分かってたので、彼らのためにやってるとかじゃなくて自分のやりたいことをやってるのかなと。そんな彼を応援してくれていたのは京都で暮らす両親。自分が本当にやりたいことをやったらねっていうふうには言ったんです、しかし父はこの世を去ってしまいました。最後の最後までなんか生き様じゃないですか、本当に教えてもらったなと思って。あれから11年、父の思いに恥じぬよう大きな夢を追い求める息子に母が届ける思いとは。待ち合わせの場所は港町ポートロイヤル。かつては海賊の町として知られ、映画パイレーツオブカリビアンの舞台となりました。まあ、その朝の港町っていう感じかな、まあ、あの町でもない漁師村っていう感じですかね。あ、新さんかな。あ、どうも。すごい、あの体操やってらっしゃる方、やっぱ遠くから見てもシルエットでわかる。はじめまして。どうも、はじめまして。いや、本物来ました、山口さん。どうも、光栄でございます。どうも、お世話になります。今日はよろしくお願いします。11年前に、はい、はい、あのお世話になりまして。こちらこそお世話になります。どうも、その説はどうもありがとうございました。体操文化のないジャマイカで子供たちに体操を教えている西田慎さん。取材当時は体操ジムを開いたばかり、生徒数はわずか15人、給料はゼロ。自分の部屋を借りる余裕もなく、ジムの2階で自炊生活を送っていました。どうにもなってないっていうのは、そのネガネガ物語ってますよね。物語のネガネね。お金ないんですか、直すの。あれから11年、どんな変化があったのでしょうか。やっぱりその自分の周りの環境とか、うん、まあ、もちろん11年前に子供だった生徒も大人になってますし。そうですよね。まあ、結婚もして子供も今いますんで。そうですか。そうなんですよ。あれ、ご結婚、あれ11年前はされてなかったですよね。もちろんね、はい、青年海岸協力隊の活動を通じて知り合った幸子さんと2009年に結婚。現在は2児のパパになりました。ダウンタウンから車でおよそ20分。11年前ですからね。いや、僕が映像を見せて、ね、いただいたのは。そうですね。こちらがジムになります。え、ちょっと待って。11年前は荒れた倉庫を改装して開いた手作りジム。それが今や鳥肌が立った。すごい立派じゃないですか。 なんかそれを見て僕も立ちました。はい、2018年に完成した新しい石田ジム。広さは以前のおよそ3倍だそうです。ちょっとじゃあいいですか。いや、じゃあ入ってください。はい、失礼します。お邪魔します。はい、失礼いたします。うわー、すごい。ちょっと待って、生徒数すごい。ちょっと審査、はい、11年経ってこんな感じになりました。すごい子供たちの、ね、数。今は、全部で生徒が700名から800名ほどで、コーチもあの30人です。コーチ30人 ?30 人です。開業当時は生徒数も少なく赤字続きだった西田ジム。しかし11年が経ち、今ではジャマイカ各地で4つの教室を持つまでに成長。また25の学校やコミュニティセンターで出張授業も行い、体操競技の普及に尽力しているのです。バイ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 。あの選手の子たち、はい、小さい子とちょっと大きい子と、はい、タンブリングの技をデモンストレーションしていただきます。
あ、これはちょっと大きいから。うわ、綺麗。うわ、すっごい。はいはいはい。ちょっと、もう、びっくりしました、本当に。ドキッと。また、ほら、ちっちゃい子ね、普通に子供たちがね、はいはい、すごいから。いや、あれ、ちっちゃく見えても、毎日3時間、4時間は普通に練習してますから。週4回、5回ぐらいはやってるんで。このプロ練習プログラムっていうのは全部新さんが、はい、まあ、僕から行って、まあ、コーチたちに行って、はい、まあ、そこからコーチたちのオリジナルで作ってたりもしますし。なるほどね、はい、夢はこの地でオリンピック選手を育てること。実は新さん、ゲットーと呼ばれるスラム街で暮らす子どもたちに授業料はもらわず体操を教えてきました。体操を通じて貧困から子どもたちを救いたいと考えているのです。今トランポリンを飛んでる、まあ、10人ぐらいのグループいます、ね、うちの教室で、はい、貧困層のコミュニティセンターというところに出向いて、はい、クラスをしているんですが、はい、今日は、ね、ここで練習するという日なんですよ。でですね、はい、今教えてる赤いシャツのコーチ、あれ誰か分かります？いや分かんないと思うんですけどね。いや、実は11年前のグッド地球便で出てた貧困地区の子供の一人なんです。いいよ。世界選手権その時何歳でした？地球目の時は9歳、10歳くらいですね。現在コーチをしているダニエルさん、以前取材した時は柔軟体操に悲鳴を上げるまだ11歳、夜遅くまで練習に励んでいました。 What is the goal? To go to Olympic. What do you have to do to go to Olympic?その努力が実を結び、2017年には世界選手権出場の快挙を果たしました。うわー、かっこいい。夢あるな。でもその教えてる子たちもやっぱりそういう同じ地域ので、本当に自分たちの育った地域から出たスターってやっぱりすごいんですよね、存在感がね。 I mean what I'veWhat you taught me from a kid, you know, discipline, you know, respect and all of that to older people, and you know, just try to, you know, I mean, not just teach a sport, you know, you get something new, yeah, you're happy, but I mean, teach them how to be a better individual. You can teach them discipline and that can carry them afar away. Yeah, yeah, いいこと言いますね。でもちゃんと継承されてるじゃん。継承されてる。いや、本当に。教育のその信念。素晴らしい。この師弟関係素晴らしい。次の世代へと受け継がれる新さんの思い。しかしここまでの道のりは決して順風満帆ではありませんでした。一度経営不振になったんですよ。ちょっと急にガクッと生徒さんが減ってしまった時期があって、生徒にオリンピック目指して毎日頑張れって言ってるのに、経営なんでもう教室閉じますなんて口を裂けても言えなかったんで。ジムを開いて5年が経った頃、この国を襲ったのが経済不況。習い事にお金をかける家庭が少なくなり、生徒が激減したのです。34にして両親に、いやこれは初めてだったんですけど、ちょっとなんとかお金貸してくれへんかみたいなことを言わないといけないような状況になってしまって、いやもう行くも帰るも地獄みたいな時期がちょっとあったんですよね。ジムの経営危機を助けてくれたのは日本で暮らす両親。思い返せば、新さんが日本で教師になるかジャマイカに残るか迷っていた時も、まあ、お父さんには結構いいこと言われて、貧乏になるのは夢や大勢やと思うよってね。励ましの言葉になってたっていうのは、ね、やっぱり貧乏が一番最高のね夢の代償、夢の代償っていうのはね、自分が本当にやりたいことをやったらいいっていうふうには言ったんです、うん、こう成功の道へのね、こう、はい、なんていうかこうバックアップになったらなとい う, そ, う、ね、そんな感じがねあるんです。そのおかげで今ここに繋がったと思ってるんですよ。だから本当になんだろう、サポートは、大きかったなと思いますね。この日は新さんの休日の楽しみ、無人島でのキャンプに同行させてもらいました。あれです。あれに行きます。
本当島ですね。いやもうね、無人島、ザ無人島ですね。綺麗。いや、シンさんめっちゃ綺麗。綺麗でしょ。うわー、上陸。なんやろこれ、やっぱこうワクワクしますよね。ワクワク、島に上陸するってね。なんかこう男の血が騒ぎますよね。先人たちがみんなやってきたことですよ。で、ここにはい、敵がいたら戦わなきゃいけない。戦わなきゃいけない。もう お願いします。生きるか死ぬかですか。上陸。本当にもうパッとこう、はい、全部見えるんですね、ここからね。まずは食料調達。シンさんが狙うのはカリビアンロブスター、日本でいう伊勢エビです。エビ取りは情熱なんですよ。僕実は取り始めてるから数えてるんですよ。取ったエビの数通算、はい、11年前からずっと数えてるんです。何匹ですか今ね。1673匹です。目指せ2000匹です。いざカリブ海へ。グッサン、伊勢エビをゲットできるのでしょうか。なんと新さんよりも先に仕留めました。早いじゃないですか。ここより早いし負けてられないです。するとブーさん1674匹目の伊勢エビをゲット。その後も次々と獲物を仕留めます。取れた。1時間ほどでこの収穫、大量です。うわ、最高ですね。早速下ごしらえ。待ちに待った食事の完成です。これ切らんな、食えるから。ちぎれば、もう食いちぎったね。はい、食いちぎった。うーわー、これすごいな。これあたたたたいただきます。硬いです。どう、うまい。でもうまいです、うん、はい、うまいです。さっきまでそこ潜ってた伊勢エビなんだよ。ですからね。いただきます。うまいわ。うん、網しっかりしますね。はい、うん、うまい。濃厚、うん、上等な伊勢エビですね、本当に、うん、うわ、うまいわ。シンさん、何か考え事をしたいとき、よくこの無人島に来るそうです。ジャマイカに渡って15年、私生活でも大きな変化が。シンさんの活動を誰よりも応援してくれていた父藤尾さんが4年前亡くなったのです。まあ、そんな父親が最後の最後までなんか生き様じゃないですけど本当に教えてもらったなと思ってて、まあ、父が癌になったっていうのはその亡くなる1年半ぐらい前だったんですけど、はい、最後まで一個も読めなかなかったんですよ。もう亡くなる3日前とか2日前に僕電話したんですよ、はい、その時もね、まあ、何々の値がちょっと悪なったと、
これも悪なった。でもなここは用なってんはははって笑ってたんですよ。だからもうすごいなと思って。強いですね。強い、うん、最後の最後までなんか生き様じゃないですけど本当に教えてもらったなと思ってて、そのことがあって、まあ、あのご自身も家族ができて、はい、なんかやっぱり変わりました審査の中で。まあ、今までも僕そのなんていうのかな、やっぱ死ぬ時に、うん、もっといろいろやっときたかなとか思いながら死にたくないなって思ってて、はいはいはい、やりたいことあったらやる、家族大切と思ったらもう家族に時間を使う、もう仕事は、うん、ちょっと置いとくとかね。そうですね。そういうなんだろう、本当に大事だと思うことに素直にあの時間を使おうと思うようになりましたね、より。父を亡くし、以前よりも家族と一緒に過ごす時間を大切にするようになったといいます。こんにちはって言って。ジャマイカに渡り15年、愛する家族ができ、信頼できる仲間が増えました。夢に向かい歩み続けるシンさんに、まあ、改めてシンさんの今後の思いを最後に聞かせてもらっていいですか。はい、僕ジャマイカ登った時にあの掲げた目標っていうのがあのオリンピック出場、はい、体操競技の普及で、まあ、11年経って、まあ、実現できなかったのはオリンピック出場、夢を追ってやるだけやって世界選手権までしか行けなかったですけど、本当に追ってよかったなと思いますし、これからもその夢は追いたいと思いますし、ただ僕だけの夢ではなくて、はい、僕の生徒だった子がコーチとしてオリンピックを目指すっていうのも悪くないなと思いますね。一緒にそういう夢を追っていけたらいいなと思いますね。